ジュードローは、イギリス出身の俳優。1999年の映画、リプリーでアカデミー女演団優勝に、ノミネートされ、その男性な容姿と才能で一役名を馳せた。発音は、ユディエルで、ジュードローが日本語表記としては近い。身長182センチメートル。ロンドンにて、教師をしていた両親の間に生まれる。実子のナターシャは、画家として活躍中。 名前のジュードは、ビートルズの、平ードとトーマス・ハーディの小説、日陰者ジュードにちなんで名付けられた。現在、両親はフランスで、ドラマスクールを経営。12歳から演技を始め、17歳の時に、テレビドラマに出演するチャンスのために高校を中退。映画に出る前には、多くの舞台に立ち、1994年には、ローレンス・オリビエ賞新人賞に、 ノミネートされた。1995年にブロードウェイで公演されたキャスリーンターナーやアイリーニ・アトキンスと共演したインディスクレッションズでシアターワールド賞を受賞、トニー賞助演団優賞にもノミネートされた。ロンドン公演の際に同作品にも出演し、イアン・チャールソン新人賞を受賞した。1993年ショッピングで映画デビュー。 ケビン・スペーシー、ジョン・キュー・ザックとの共演を果たした、クリント・イースト・ウッド監督作品、真夜中のサバナ、ガタカ、オスカー・ワイルド等で注目を集める。1999年のアンソニー・ミンベラ監督作品、リプリーでは、プレイボーイのディッキー・グリーン・リーフを演じ、アカデミー助演団優賞にノミネートされ、英国アカデミー賞助演団優賞を受賞した。 リプリーの現代に引っ掛けて才能あるジュードローとしてアメリカでも各紙で取り上げられて注目を浴びた。映画制作にも興味があり、1999年にはオムニバス映画、チューブ・テイルズの中の一話を監督。また、当時の妻だったサディ・フロスと友人であるユアン・マクレガー、ジョニー・リー・ミラーらと映画制作会社ナチュラル・ナイロンを設立する。 2003年公開のコールドマウンテンで再びアンソニー・ミンゲラ監督とタッグを組みアカデミー主演団優勝にノミネートされた。2004年にはアルフィーやアビエーターなど6作品に出演。アビエーターではエロール・フリンを演じた。2007年トロント国際映画祭でのローアメリカではエイリスト俳優の一人として認識されている。2004年の ピープル氏にて最もセクシーな男性に選ばれた。2009年5月からウワストエンドでシェイクスピア劇ハムレットに出演。高く評価され、同年8月にはデンマークで9月からはブロードウェイでも上演された。2016年にはペプシコーラのペプシストロング 5.0GV シリーズのプロモーションに起用され CM にも出演した。 1997年にショッピングで共演した女優サディフロストと結婚。3人の子供、ラファティ、アイリス、ルディを設けるが、2003年に離婚。2004年にアルフィーで共演した女優シエナ・ミラーと婚約をしたが、婚約中に、ジュードが何位と浮気していることが発覚した。謝罪を表明したが、2006年11月に破局。 その後も2009年に復縁が報じられたが、2011年11月に破局した。2009年、短期間交際したアメリカ人モデル、サマン・サバークとの間に4人目の子供ソフィアが誕生。2014年10月、元恋人のキャサリン・ハーディングとの間に5人目の子供、エーダが生まれることが公表された。二人の関係は、すでに終わっている。 2019年2月、フィリッパ・コーンと婚約が報じられ、2019年5月に再婚した。サビとの間に生まれた息子のラファティローは2014年に、娘のアイリスローは2015年にそれぞれモデルデビューをしている。出生地ロンドンのフットボールクラブ、トッテナム・ホットスパー FC のファンとしても知られ、子供を連れて試合を観戦している姿が、しばしば目撃されている。 また、ロンドン市内の高級カラオーケー店、ラッキーボイスでもたびたび目撃されている。ナターシャロー・アット・イレブン・ファイン・アート・ギャラリー、ロンドン・ハット・ドリー・ジョーンズ、ファッション・ロー・アーカイブド2005年11月30日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、ボーグ、メイ・ジュー、2006、アクセスト。ノーベンバー・1 9 2007、A.B. チャーリー・ローズ、A.Conversation with Actor。 ジュードローアーカイブド2007年10月23日、アット・ザ・ウェイバック・マシーン、ザ・チャーリー・ローズ賞。レコーデッド・オン・オクトーバー19-2007、ブロードキャスト・オン・プリング・ウィズ・ネット、オクトーバー22-2007、11時30分、PM12 時27分、PM、ビデオクリップ。ポステッド・オクトーバー27-2007、 アクセスとノーベンバー12、2007、ジュードロー IMDB、ジュードロー、浮気が報道され婚約者に謝罪。シネマトゥデー。2019年11月7日閲覧。ローミラー2マリー、ローミラースプリット、ジャニュアリー5、2005、ノーベンバー13、2006、ワールドエンターテイメントニュースネットワーク、アクセスとジャニュアリー26、 2008フィメールファーストローミラースプリット2007年3月2日閲覧シネマトゥデージュードローとシエナミラーが2度目の破局2011年2月10日閲覧アクターローービカムファーザーアーゲイン BBC ニュース29ジュライ2009リトリーブド30時来ライ 2009US モデルイズマザーオブロー S チャイルド BBC ニュース、31時ぐらい2009リトリーブド9セプテンバー2009フィフスチャイルドオンザウェイフォー十ュドローピープル、people, http セレブリティベイビーズピープルドットコム2014 10 16ドローエクスペクティングフィフスチャイルド2014年10月16日閲覧婚約からわずか2ヶ月 ジュードロー、一般人女性と極秘結婚していたセレブニュース。スパ、ー、2019年11月7日閲覧。ジュードローの娘がモデルデビュー。映画 .com。2015年12月18日閲覧。レイテストニュース。ホットスパー、トッテナムホットスパーフットボールクラブ。2010年12月1日閲覧。セレブレイテッドアクター。 10ドロードロップスイン、オンスパーズ、ロッジウェアヒーテルズアスホワットプロンプテッドヒズライフ、ロングサポートオブスパーズディオールオムスポーツ、ディオールドットコム、リトリーブド4オクトーバー。2008、マーリーン・ソランセン、SCHN ウントガツ。バニティフェア、29セプテンバー2008、アクセスト30セプテンバー2008、クリスチャン、ディオールパフュームズ。 リトリーブド・セプテンバー30・三十二千九2009スプリング・サマー・2009アーカイブド2009年3月17日アット・ザ・ウェイ・バック・マシンダンヒルリトリーブド・エープリル5・ゴ二2009インタビュー本北のパール北の北のたけしによるたけしよりガタカソニー・ピクチャーズ公式2021年3月5日閲覧オール・ザ・キングス・メンソニー・ピクチャーズ公式 2021年3月5日閲覧。マイブルーベリーナイツ DVD スペシャルプライス TC エンタテインメント2021年3月5日閲覧。ヒューゴの不思議な発明。吹き替える大作戦。2021年2月18日閲覧。シャーロック・ホームズ・シャドウ・ゲーム。吹き替える大作戦。2021年2月18日閲覧。コリン・ファース。 ジュードロー、ベストセラー、名作誕生の過程描いた、予告解禁。映画ナタリー。http コロンスラッシュスラッシュナタリー .mu スラッシュ映画スラッシュニューススラッシュ1978422016年8月12日閲覧。キングアーサー。ワーナー公式。2021年2月19日閲覧。ファンタスティック、ビーストと黒い魔法使いの誕生。 吹き替える大作戦。2021年2月18日閲覧。リズムセクション。スターチャンネル。2021年2月18日閲覧。ヤングポープ美しき一端児。角川海外 TV シリーズ公式サイト。2021年2月18日閲覧。ニューポープ悩める。新境高キャストスタッフ。スターチャンネル。 2021年9月13日閲覧。ありがとうございます。